どうも、ヌヌです。ドラゴンクエスト11、続きを遊びたいと思います。シルビアさん？これ乗っていくの？これすごい離れてっちゃうとどうなんだろう。待ってるっつってたけど、道具とか作れるかな。おい、ドラゴンの皮がないや。羽の人たち楽しそうに何してるだ。ああ、私たちさらわれた村人を助けるために悪い魔物ちゃんをやっつけに行くのよ。坊主、お前はもしやバハトラの息子チェロンではないか。さらわれたわけではなかったのか。どうしてこんな危ないところに。お父さんが心配してたぞ。父ちゃんが魔物に言ってただ。父ちゃんの一番大切なものは死んだ母ちゃんのペンダントだって。父ちゃんの大切なものオラじゃなかった。それ知ってすごく悲しかっただ。だから母ちゃんのペンダント取り返して父ちゃんを見返してやるって思っただ。それで魔物をかけてって来ただ。でも途中で怖くなっちまってここで隠れていただ。なるほど、バハトラーがそんなことを。しかしこの辺りは子供には危険すぎる。私たちに任せて早く村に帰りなさい。やだ、みんなが行くならオラも行く。母ちゃんのペンダント取り返すまで村には絶対帰らないだ。いいじゃない、連れて行ってあげましょうよ。私たちと一緒にいればチェロンちゃんも安全じゃない。だった、貴様が責任を持ってチェロンを守るのだぞ。ありがとう、羽のお兄ちゃんたち。フールフールのやつはこの先にある岬の祠穴に入ってた。もし悪いママちゃん退治に出発。博士の色違いバージョンか。おっおっお、これは驚きました。このフールフール様の前にのこのこと現れる人間がいるとは。あなたはブジャラオ村を襲った悪い魔物ちゃんね。村のみんなを解放しなさい。おっおっお、そんなことのためにわざわざ危険を犯しここまで来たのですか。本田おバカさんがいたものです。いいでしょう。そのバカげた勇気を称して、
村人を解放して差し上げます。ですがただで返してもらえると思ったらそうは問屋が下ろしません。あなたの一番大切なものを譲ってくだされば村人を解放しましょう。悪い話ではないと思いますがいかがですか。ナミちゃん、その必要はないわ。これ以上ナミちゃんに大切なものを失わせはしないわ。ここは私の出番。私はずっと温めてきたもの、とっても大切なもの、この魔物にあげるわ。ほほほ、人間にしては物分かりが良くて助かりますよ。では早速いただきましょうか。はい、これ大切に使ってね。どれどれ。おお、なんとかぐわしい香り。これは馬の糞。え、馬の糞じゃないですか。あっかんべ、あんたなんか馬の糞がお似合いよ。私怒らせましたね。このフールフール様をここまで苔にするようなおバカさんは、これでも食いなさい。あなたじゃ呪文を封じ込められた。泣いて詫びようが絶対に許しません。あなたたちの大切な命、力ずくで奪ってあげましょう。魔法封じ込まれたのか。これは特技だから撃てると思うね。通らないぞ。なんでこんな硬いの？ダメージが入らないぞ。
何かいい方法ないかな。ヘビラゴンどうだ。使えないし、結構防御面タフなやつだったね。そうだ、この私が負けるなんて、ぐわー。他人のものを欲しがるゲス野郎にはお似合いの末路よ。な、怪我はないか。金のみんなと助けに来たか。セロン勇敢なのね。閉じ込められていただけてみんな怪我はないわ。ありがとう。旅の方助けてくださってありがとうございます。なんとお礼をしたらいいか。いいってことよ。世界中みんなを笑顔にすることが私の使命だからね。あった、母ちゃんのペンダント。あ、そんな母ちゃんのペンダント壊れちまってる。これじゃあ父ちゃんがすごく悲しむだ。そんなことないわ。大切なのは気持ちよ。壊れていようとチェロンちゃんの思いきっと伝わるわ。たった一人の家族なんでしょ。村のみんなとチロンちゃんは私の夜助けパレードが送っていくわ。じゃあ先に村に戻って待ってればね。チャオ。
これ置いてっちゃってよかったな。エリセンの秘伝書、水の巻。いやー、あのフールフールを倒すとアンダーガチャとんでもなく強いんですね。誠に恐れ入りました。早くバハトラのやつにも会ってこのことを伝えてやってください。やつなら教会の前の家にいるはずです。壊れちまったし、父ちゃんすんげえ怒るだろうな。大丈夫よ、さ行ってらっしゃい。私もここで待ってるわ。うん、ありがとうだ。俺は怖いけど父ちゃんに会ってくれた。父ちゃん今帰っただ。父ちゃんが一番大切にしていた母ちゃんのペンダント壊れちゃっただ。ペンダントだと？このバカ誰が。どんだけ。どんだけ心配したと思ってたんだ。お前の命より大切なものなんてねえべ。だけど父ちゃん、母ちゃんのペンダントが一番大切だって。そんなの嘘に決まってる。あの魔物に質問された時、悪い予感がしてとっさに嘘をついただ。おめえを守るために。本当？父ちゃん、オラのことなんてどうでもいいのかと、すっかり勘違いしてた。心配かけて本当にごめん。チェロンは父親の本当の気持ちを確かめないまま勝手に思い違いをしていた。話し合えば分かり合えるものなのだな。そうね、私先に戻ってるわね。どうだ父ちゃん、このお兄ちゃんたちがみんなを救ってくれただ。旅のお方には二度も助けられちまっただな。あんたはオラたちのヒーローだ。本当にありがとう。実は最初に助けられた時もチェロンを探し回ってただ。でもまた魔物が来たら今度こそチェロンを奪われるかもしれねえ。だから本心とは真逆の態度をしてただよ。あれ、羽のお姉さんは？俺言いたかったのに。急に出て行ったがどうしたんだろうな。あのやつを探してみよう。
階段を登って村の奥の方だわね。壁画の方行っちゃったのかな。話し合わなくちゃ伝わらないか。ナナちゃんいつからそこにいたの？あの親子再会できて本当に良かったわね。だけど魔王のせいで亡くなった人々や破壊された町はもう戻らない。ねえナナちゃん、ルノーカーは世界を滅亡させるほどの強大な力を持っていたわ。あの力を目の当たりにしてなおルノーカーと戦うつもりなの？やっぱりネムちゃんは勇者ね。世界に笑顔を取り戻すなんて言って、みんなが笑って元気になれるような歌助けパレードをしてたけど、魔王を倒さなくちゃ笑顔は取り戻せない。だから私もう一度ネムちゃんの旅についていくことにするわ。でもその前に一つだけお願いがあるの。私はウルノーカと戦って命を落としたって構わないわけれど、パレードのみんなは巻き込まれない。だからパレードのみんなを信頼できる人のところに預けたいんだけど、実は一人だけ当てがあるの。でもその人ほんとおっかなくって、一人で会うのは心細いの。だからお願い、ヌヌちゃんついてきてくれない？ありがとう。それじゃあ今話したことパレードのみんなに伝えに行きましょう。外に今、先に外で待ってるわね。はい、みんな聞いて。私パレードやめる。だけど安心して、魔王ちゃんをやっつけるまでの間よ。倒したら絶対にみんなの元に戻ってくるわ。私お姉様を応援する。みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんなんて絶対に許せないもの。私も応援するわ。お姉様はパレードを離れるのは悲しいけれど、魔王ちゃんをやっつけるなんてお姉様にしかできないことだから。そう、世界に笑顔を取り戻すためよ。だからそれまでの間、私のパパがいるソルティコの町で待っていてほしいの。パパ？ソルティコ？貴様まさかと思うが、ゴリアテか？やっと気づいたのね。
いつ気づくかずっと持っていたのよ、グレイブ。ショック。ということで、ソルティコに向かって出発。なんてことだ、あの生真面目なゴリアテがあんな姿に。ジエゴ殿はさぞお怒りになるに違いない。おぉ、ぬぬ、すまない。あまりにもショックだったもので、つい取り乱してしまった。やつの本当の名前はゴリアテ。剣の達人と謳われるソリティコの名門騎士の後継ぎだ。やつは幼少から父上のジエゴ殿に鍛えられていたから、さぞ立派な騎士になると思っていた。ところがある時、理由はわからないが、ジエゴ殿と凄まじい大喧嘩をして街を飛び出していってな。それきり行方が知らなかったのだが、ちょうどいい。私もジエゴ殿にお会いしたかったのだ。ソルティコは目立ちアット地方の東ソルティアナ海岸にある大きな橋がある町だ。行くぞ。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。